こんにちは、ヨンギャオ仲間です。今日はですね、大工の基礎を学ぶの中から、道具学の飲みの基礎の方をやりたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。この大工の基礎を学ぶのシリーズの中では、使う飲みは3つに、絞りたいと思います。なので、できればですね、その飲み用意していただけるとですね、すごい、嬉しいなと思います。でまあ、基本その3つの飲みだけで、しくちつぎてと、あとはまあ飲み小屋1個作るっていうところも、それだけでやっていきたいと思っています。でもしも、どうしてもこれが必要だっていう時が出てきたら、それは個別にちょっとこれも特別今回使わせていただきますみたいな感じで、言いたいと思っています。用意していただきたい飲みは、全て大入れ飲みもしくは造作飲みと言われているものですね。です。で、42ミリで、これは、まあ、前後してもいいです。36とか、まあ、前後してもいいです。ただ幅の広いものという意味で42ミリの飲みと、あと24ミリですと9ミリ、でこの3つですね。なので、42、24、9ミリ、この3つの飲みを、使ってやっていきたいと思っています。ではですね、次に飲みの構造ですねのお話を説明したいと思います。では、飲みの構造の説明をしたいと思います。これまず柄ですね。柄の部分外した状態ですね。でこれ口金といって、ここ刃を差し込んでそれをキープするためですね、維持するためのものです。であとここが重要なんですけど、これカツラという部分です。でこれ、この柄をここ叩いて使うので、ここ叩いてるとこの柄がパッコーンって割れちゃうんですよ。でそれを割れないために、この金属の輪っかでギュッと締め付けているという役割をしています。でこれが使い込んでいくと、この木の上の出している部分がどんどん摩耗していって、これがまた出っ張ってくる、機能しなくなってきちゃう。なのでそういう時はこれを外して、また締め直すということをしないといけないです。でそれをカツラの仕込みというんですが、飲みは、研ぐ以外にここですね、ここのメンテナンスが必要になってきます。でそれのやり方ですねを、あと別の動画で作っているので、そちらの方、カツラの仕込みっていう動画の方、見ていただければ、解説をしております。はい、であと刃の方の説明をします。はい、まずここの刺さってる部分、これを込みと言います。でここが首ですね。首でここが穂という、この上から先が全部穂というんですが、この斜めの部分がしのぎ面です。このしのぎ面が丸いとか、そういうこと言い方をします。でこれが斜めの部分がしのぎ面です。で裏で、裏は、この裏すきといって、このくぼんでるエリアを裏すきと言います。でこれはのみの葉、まあ、カンナも同じなんですけど、この裏は真っ平らである必要があります。で真っ平らと斜めで鋭利な刃物ができています。でここがもう何ミクロンっていう単位で平面である必要があるんですが、これ全部平らに取るっていうことはほぼ不可能なんですよ。なので、先端にかけて、平面を作れるために、作りやすくするためにここがくぼんでいるという作りになっています。でこれののみの研ぎ方ですとか、その理論っていうようなお話をまた別の動画で作ってるので、そちらの方もぜひ見ていただければと思います。はい、でこれがこうなってここに入っているという感じです。はい、で、はい、という感じですというのが、のみの構造になっています。今回用意していたのが大入れのみの3つだけで大丈夫なんですが、それ以外にもいろんなのみの種類があるので、ちょっとそちらの方を紹介したいと思います。はい、まずこのたたきのみで、このたたきのみって言ってるのは、躯体ですね、針とか針とかを加工するために使うのみ ですごい深い穴とかを作るためにバッコバコ叩きながら使うのみですというのが、まあ、叩きのみですね。はい、で次に、月のみで、これは、まあ、作ったものの最後に仕上げですって取るためのに使う、まあ、手でここは叩いて使うものに対して、ここは手で持ってこうスッて仕上げるということをするためのものです。あと深くて届かないところとかもこれで仕上げるということをするのが、月のみとか刺しのみという、まあ、特徴はこのカツラがないところですね。カツラがなくて手で握って使いますよというのが月のみです。
で他にもこの月の実で届かない、これだけじゃ届かない、もう本当手が入らないような大きい針とか加工するときってもう手が届かないみたいなときってあるんですよね。もうこれでも届かないみたいなときに、使う大きい月の実があります。これもなんか差し伸びとかいろんな呼び方があるんですが、まあ、そういう大きいのみがあります。あと特殊なもので言うと、内丸と言っているものです。でこれは、基本的に、穴を掘っていくもの、穴を掘っていくものっていうか、こう掘っていくものですね。どんどんどんって叩いて器とか、あと僕で言ったらランプシェードを作ったりっていうのがこの内丸というのみです。でこっち側が斜めですね、外側がしのぎ目になっているよというもので、それに対してこれが外丸といって、外側は平らで内側が、しのぎ目になっているというもので、これまあ逆になっている感じですね。こういうふうに逆になってますと。でこれは何に使うかっていうと、この例えば柱に丸い柱が刺さっていくとか言った時に、この丸をきれいに、丸い切り込みをきれいに入れないといけないっていう、例えばこういったものがあった時に、こういう丸いものがこうやって刺さってくるとか、楕円のものがこうやって刺さってくるっていった時のここですね、この接合面、平面と丸をくっつけるとき、差し込んでいくときに、ここをきれいに仕上げたいって言ったときに、これだと刃が斜めなので、ここがこのエッジがきれいに出ないんですよね。この角がきれいに出ない。でそういうときにこのエッジをきれいにするために、ここですね、ここを仕上げていくために使うのみです。ここですね、ここの角のエッジの部分をきれいに出すために使うのがこの外丸というのみです。なので、まあ、和室とかあと彫刻とか、和室とか彫刻とかをするときとかに使われるのみです。はい、というのが、大体大きなところです。あとそれ以外にも小手のみといって、L 字になっていて、こう底を取るためののみとかっていうのもあります。はい、というのが、まあ、いろんなのみの種類ですねがあります。僕が持っているのみで、この大入れのみ、創作のみ一式と、あと、まあ、彫刻とか、あとそういう外丸とかがついているのみの一巻きと、あと差しのみですね、あの月のみと、あとカンナ調整用とか小口仕上げる検査みたいなものが入っているもの。なのでのみ袋で3巻きとプラス大きい月のみと、これ器とか作るセット、まあ、これほぼ趣味で使ってるようなものですけど、なんかそういう、大体僕が持ってるので大体これぐらいあります。はい、まあ、なんかやることが増えていったりとかすると、だんだん道具が増えていって、まあ、これぐらいになってきちゃったっていう感じです。はい、のみの、僕の持ってるのみの方も紹介させていただきました。で別になんかこんな持ってんだぜみたいなことが言いたかったわけじゃなくて、でこれだけなんかいろいろ買ってきた中ですごい思うのは、やっぱりいい刃物はいいです。めちゃくちゃいいです。でもうやっぱり僕も最初お金もなかったのでリサイクルショップで買ってきたりとか安いものを使ってたんですが、でそれからもう本当にいい、その僕で言うと海広さんっていう、もう亡くなってしまってもう作られることはないんですけれども、海広っていうのみを買って使った時には本当にびっくりしました。めちゃくちゃ切れるし、めちゃめちゃ長い切れするっていう、もう安い鋼とか使ってたらすぐ刃がボロボロなんですよ。でもそれがないんですよ。だから本当に感動しました。なので、あの安いのみとか中古で変なのみを3本買うぐらいだったら新品で1本買った方が絶対いいと思います。はい、なのでまあ僕も、まあ、好きなのでどうしてもいろいろ買ってしまって数が増えてってるんですが、まあ、どうせ買うならもう1本買えばもう一生ものなので、まあいいものを買っていただきたいと。でできればちゃんとした刃物店で、ちゃんとした作り手の作家さんといいますか、ちゃんとした鍛冶屋さんの刃物をですね、買うようにしていただけると、いい、嬉しいなというふうに思います。というのも、そのやっぱりどんどん大工さんも減っていますし、やっぱりこう作ってくれる人にちゃんとお金を届けないと、
どんどん道具がなくなってしまうっていうのもやっぱ悲しいですよね。なので僕もできるだけそんなにやっぱりたくさんは買えないですけれども、できるだけこうせっかく買うならいいものをいいお店で買うというのを心がけています。はい。でとはいえなかなか新品じゃ買えないじゃないですか。で新品で買えないよっていう人はですね、名前ですね、ブランド、僕で言ったらこの海広とかっていうここに名前が書いてあるので、その名前を頼りにメルカリで買うとしたら、その飲みがちゃんとした飲みなのか銘を調べて、判断するとか、あと使ってる鋼の種類が分かれば、その何鋼を使ってるのかっていうのをですね、安き鋼で使ってるものだったら大体大丈夫だと思います。で、そういったところを見て買うようにしていただければ、外れも少ないかなというふうに思います。はい。で、飲みの研ぎ方に関しては、その飲みの研ぎ方の動画があるので、そちらを見ていただきたいと思います。で、あと、カツラの仕込みですね。この、ここの部分。カツラの仕込みに関しても、また別の動画があるので、そちらを見ていただきたいと思います。はい。というわけで、この大工の基礎を学ぶっていうコースでは、講座といいますか、ここの中では、飲みは3種類。42ミリ、24ミリ、9ミリの方で、進めていきたいと思います。はい。ということで、のみのお話でした。ありがとうございました。